エドワード準教王は、イングランド王で、聖公会、カトリック教会、聖教会における聖人。聖教会では、致命者として記憶される。975年に、父エドガーが死去すると、宮廷貴族の間で、王位継承争いの危機が生じたが、カンタベリー大司教ダンスタンの努力によって13歳のエドワードが即位した。しかし年には、 弟エセルレッドを擁立したママハハイルフリーダによって暗殺される。エドワードは前期キリスト教徒であると考えられ、さらに彼の遺体をめぐっていくつかの奇跡が発現したとされたために1001年6月21日に劣勢された。978年3月18日、エドワードは同セットにある狩猟場で狩りを楽しんだ後、王位をめぐり対立関係にあるイボテイ エセルレッドを訪ねた。再疑心を持ち合わせていなかったエドワードが勧められる、ママに、馬の世錠で蜂蜜湯を飲んでいると、ママ母エルフリーダの手下たちが、エドワードの背中に探検を突き刺して殺害した。エドワードの遺体は、盲目の女性がエルフリーダの慈悲により暮らしていた近くの小屋に運ばれたが、その時最初の奇跡が起きた。その晩、小屋は、 この世のものとは思えない光に包まれ、盲目の女性は視力を回復していた。遺体は小屋からウェアハムにある湿地帯に移されて埋められたが、その一年後に湿地帯に突然火柱が立ち上がった。驚いた住人が火元を掘り起こすと、エドワードの遺体が発見されたという。その場所からは泉が湧き出し、エドワードの死を悼む人々がたくさん訪れた。ありがとうございます。